スティッペンウルフは、1967年にカナダで結成されたロックバンド。ワイルドで行こう。や、マジックカーペットライド、モンスター、スーサイド、アメリカ、レネゲード、ザップシャーなどが代表作。バンド名は、ヘルマンヘッセの小説、荒野の狼から名付けられた。彼らは1960年代に熱狂的なファンの支持を得て、現在までに、 全世界で2500万枚以上のアルバムの売り上げを記録している。ジョン・ケイは4歳の時に母親と共に故郷を離れ、ソ連の支配から逃れるために東ドイツから西ドイツへ移動し、1958年にカナダへ移住した。当時の彼は栄養失調から眼底出血を起こし、視力が大幅に低下したと言われる。ステッペン・ウルフはもともと、 トロントのブルースバンドザ・スパローズとして活動していた。このバンドは1964年に結成され、トロントのヨークビル地区にあるコーヒーハウスで演奏していた。1967年に彼らはサンフランシスコに移住し、ブルースロック、サイケデリア及びフォークミュージックが混合されたエネルギッシュな音楽を演奏した。ロサンゼルスのダンヒルレコードのプロデューサーであった ガブリエル・メーラーは彼らにより強烈なビートのバンドの編成を提案し、ヘルマン・ヘッセの1927年の小説名からとって彼らをステッペン・ウルフと名付けた。オリジナルメンバーは以下の通りである。なお、デビューアルバムステッペン・ウルフのレコーディング中にベーシストがラシュトン・モーヴからジョン・ラッセル・モーガニへ交代している。ステッペン・ウルフはデビューアルバムから シングルカットされた第3シングルのワイルドで行こうとホイとアクストンの楽曲のカバーであるザ・プッシャーの2曲が映画イージーライダーの作中で用いられたことにより世界規模の知名度を得た。ワイルドで行こうはジェリー・エドモントンの兄でザ・スパローズ時代及びステッペン・ウルフ時代初期のリードギタリストであったデニス・エドモントンによって制作された。デニスは ソロ活動を行うために、ステッペンウルフを脱退し、マーズ・ボンファイヤー名義で活動した。ワイルドで行こう。は、チャート2位を記録した。この曲は、ロックの歌詞に、ヘビーメタルという言葉を織り込んでいる。この曲に続いていくつかのヒットソングが発表された。例を挙げると、セカンドアルバム、ステッペンウルフ・ザ・セカンド収録の、マジック・カーペット・ライド、サードアルバム、 a t u a b i r バースデーパーティー収録のロックミーなどである。2枚組アルバム、ステッペンウルフライブについて、ジョン・ケイは自助伝、マジック・カーペット・ライドで、個人的にこのアルバムが嫌いであると述べている。保守派のニクソンが大統領だった時代のアメリカを批判するアルバム、モンスターとステッペンウルフ7の2作品は、バンドの最も政人色の強いアルバムである。 ステッペンウルフは九百七十一年、同じく政治的コンセプトのアルバム、フォーレディースオンリーのリリース後、九百七十二年のバレンタインデーに突然活動休止を発表。K はソロ活動に移行する。九百七十四年には、ステッペンウルフが再結成されて、アルバム、スローフラックスをリリース、収録曲、 ストレートシューティングウーマンが小規模なヒットを記録した後、1976年に再度解散。1977年から1980年にかけてはツアーのための再結成が行われ、かつてのメンバーであるニック・セント・ニコラス、ゴルディ・マック・ジョン、ケント・ヘンリー、ラシュトン・モーブなどを起用した様々な形態で活動を行ったが、K 本人は参加しなかった。 フィル・スペクターのプロデュースにより新しいスタジオアルバムが1978年に企画されたが断念された。別のアルバム、ザ・ナイト・オブ・ザ・ウルフは1979年に録音が行われたもののリリースされなかった。さらに3番目のアルバムが1980年に録音されたが法的手段によって中止させられた。K の自助伝によると新たなステッペン・ウルフは 結局元のバンドの殻に過ぎないと分かり、バンドの評判が低下してしまう原因となった。数件の訴訟が起こされ、バンドの名を守るために、ジョン・ケイは1980年代初頭に、新たな形態のステッペン・ウルフを結成し、ジョン・ケイステッペン・ウルフ名義で、ツアー活動を行うようになった。2001年には、ソロアルバムもリリースしている。ありがとうございます。